ど、はい、1人目のアンケートを取っていいですか。1人目、はいはい、じゃじゃん。今日の企画は本当のモテコーデはどれっていうことで、皆さんに好きなコーディネート聞いていくんですけど、はいはいはい、じゃあ1人目お願いします。お願いします。そうですね、7番。なんかちょっと大人っぽくて私服とは違う自分だけしか見れない姿。おぉ、なるほど、特別感がある。特別感、そうですね。なるほど、なるほど。こんにちは。こんにちは、サイン編集部編集長の池上と申します。よろしくお願いします。この中からお好きなコーディネートを選んでいただきたいです。僕は、じゃあ5番ですね。あのリラックスして、はい、なんか気の抜けた感じというか自然体な感じに見えるのが魅力的だなと思います、ね、ありがとうございます。こんにちは。あ、こんにちは。あの日の出出版あのメディア事業部の伊藤と申します。よろしくお願いします。伊藤さんの好きなコーディネートを教えてください。はい、8番ですか。おー、なんかちょっとこう気持ちよさそうな感じがする生地感なので、こうちょっと触りたくなるような感じがいいかなと思いました。いいですね、はい、ちなみにイチゴの柄なんですけど。え、イチゴ。はい、本当ですね。ちょっと柄までごめんなさい、見てください生地感がすごくいいな。光沢、サテンの光沢ですよ、はい、そうですね、はい。宇都さん、はい、急なんですけど、はい、ジェラートピケの中で本当のモテコーデはどれかなっていうのでアンケートを取ってるんですけど、はいはい、ご協力いただいてもいいですか。もちろんです。こちらです。僕これ。あ、ちょっと若干ラフだけど結構綺麗です。好きです。好きです。ありがとうございます。石川さん。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、マッシュスタイルラボホールセール事業部の石川と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速この中でお好きなコーデはどれですか。4番。はい、やっぱりこのツーボーダーがやっぱりザ・ピケっていう感じがして、まあ、これが普遍的に一番ピケの定番で僕はずっと好きなスタイルかなっていうところですかね。なるほど。ピンクとかっていうよりかはこういうちょっと青系グレーっぽい色味の方が僕は好みかなっていう感じです。お疲れ様です。お疲れ様です。マッシュスタイルラボの西です。おお、ピケらしい可愛いデザインじゃないですか。白のモコモコがいいと。はい、ナクシス株式会社の大森と申します。同じの岡本と申します。岡本さん、よろしくお願いします、はい、じゃあせーの。お、分かれました。理由を、5番の理由を教えてください。カジュアルで、はい、ちょっとこのまま外にも出ていけそうなんで、はい、あの家でもラフですし、これにしました。じゃあ7番の理由をお伺いしてもいいですか。はい、ここが出てるんで、あ、女性らしさ。なるほど。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあちょっと上の方でもうちょっと若者をね、もう何歳だと思ったか。いや、若者はもう全員これかもしれない。そうだ。お名前教えていただいてもいいですか。ケイトです。7番なんだろう、なんかちょっと大人っぽく見える感じが個人的に好きだなって。なるほど。お好きなコーディネートを選んでもらいます。はい、いやー全部いいな。これかな。2番。いいね。おー、分かれるね。なんかこの全部がつながってて薄着って感じがいい。じゃあ5番の理由を教えてください。僕あのなんかポパイとか読むんですけど、うんうんうん、そのポパイに出てきそうだな。なるほど。こんなの女性に着てほしいなとか、彼女好きだなみたいな。いや、せーの。おー。じゃあまず4番の理由を教えてもらってもいいですか。やっぱりなんか家とかでこんなモコモコ着てたら可愛いなって思っちゃいます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ7番の理由を教えてください。なんかこの腰のこれが、うんうん、あ、リボンですね。はい、ちょっとなんか ホテルとかっぽくて、あー、ローブっぽい感じね。リッチな感じがしますよね、はい、皆さんの好きなコーデを選んでください。せーの、4、5、6だ。おー、そのままコンビニ行くシチュエーションを楽しみたい。あ、わかる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 。6番足が出てるから。あー、わかりやすい。好きなルームウェアどれですか。せーの、6、5。おー、すごい、2人ずつ。じゃあまずじゃあ5番を選んだ理由から聞いてもいいですか。スウェットなんで、うんうん、なんかラフな感じでいいな。じゃあ6番を選んだ理由聞いてもいいですか。え、これショートパンツめっちゃ可愛いな。なるほど、やっぱショーパン派ですかね。チェックめっちゃ可愛いな。ありがとうございます。シンプルに可愛いです。
あ、嬉しい。ありがとうございます。その中でどのルームウェアがお好きでしょうか。一番、その理由を教えていただいてもよろしいですか。なんかモコモコしてて、はい、気持ちよさそう。この中から、はい、お好きなコーディネートを選んでいただきたくて、はいはい、迷う。どれもいいの。じゃあせーの、分かれますね。2、5、7。まずは2番の理由から教えていただいてもいいですか。はい、やっぱワンピース。ああ、なるほど。やっぱこのなんか一体になってる感じがちょっとモテ感出てますね。うんうん、じゃあ続いて5番の理由をお願いします。僕はこのスウェットが逆に好きでした。なんかフェミニン、ガーリーすぎるのがあんまり僕は個人的になので。じゃあ7番の理由を教えてください。はい、7番は、まあ、ガウンでちょっとなんか色気もありつつ、うん、でもなんかパンツちゃんと履いてるので、うん、やらすぎなくてすごく可愛いなって思いました。ありがとうございました。はい、はい、じゃあ第3位なんですけど、これは同率で4番と6番が3位になりました。やっぱね、このショートパンツはやっぱり入ってくるよね。入ってくるよね。やっぱ足出してほしいっていう方がいらっしゃいましたね。4番はもうブランドのザ定番のツーボーダーって言ってるボーダーなんですけど、まあ、これはね、もうザジェラートピケを好きな方が多分選んでくれたのかなと思いました。モコモコなので触ってみたいって言われてましたね。6番はどうです。6番はやっぱりこのショートパンツから見える足がたまらないという声が多かったですよね。ですね、分かりやすい。うん、あとこのなんかドルマンっぽくちょっとまあ肩も落ちてゆったりとしたトップスのシルエットも女の子らしく見えるから、まあ女の子らしいのをお部屋で着てほしいなって、彼女に着てほしいなって思っている方はこれを選んでくれたんじゃないかなと思います。2位はこのフェザーのニットシリーズ、これは7番です。すごい、私男性だったら分かるよね。はい、理解します。このやっぱデコルテがいいんじゃない。そうですよね、なんか足も手も隠れてるのにここだけ開いてる感じ、ちょっとセクシー、うん、色っぽいもん ね、大人っぽいのが好きな方が選んでたね。うん、フェザーのふわふわの感じとかも多分そそられると思う。大人の可愛さとかも演出できるルームウェアだもんね、それは。じゃあ1位が5番のスウェットのシリーズでした。いや意外だったよね。本当に意外だった、うん、まあ、やっぱ男性はこう着替えるのを待つのが面倒なのかなって思いました。あ、なるほど、ね、みんなすぐ外にも行けるし、うん、みたいなこと言ってたから、うん、待てないんだよ ね。それかなんかこう普段フェミニンだけど割となんか僕の部屋着貸してあげてる感とかがいいのかなとかも勝手にそう思ってた、ね、じゃあ普段ちゃんと女の子らしい服装を着てる子がこういうのを着るとモテるということですね。そういうことですね。なるほど。はい、私たちの2人にとってすごい意外な結果に終わりましたね。うんうん、アイテムの詳しい内容は概要欄をご覧ください。最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。あれ今年21年誰やったんすか。どうするの。はい、カットです。